始まったかな。大丈夫ですかね、これ。大丈夫かな。できてますかね。お、ライブ中になってるな。はい、こんにちは、こよです。今回ですね、今回もまた、デさん、書いていきたいと思います。今日のモチーフは、ちょっと待ってくださいね。今日のモチーフはですね、これです。ちょっと待ってね。これです。有名な彫刻家のミケランジェロを描いていきたいと思います。よし、1時間で描いていきます。では、始めていきます。よいしょ。さあ、皆さん、明日また休みですよ。まあ、仕事の方もいるとは思うんですけど、まあ、僕は祝日です。久々にね、一日何もない日ですね、本当に明日は。幸せ。言うて今日もね、あんまりなかったんだけどね。よいしょ。いやー。ちょっと溶けてないな。昼じゃないな、普通に夕方にもね、あの書き方動画また上げたので参考にしてみてはどうでしょうか。いきなりの告知なんですけど、よいしょ。1名の方見てもくれてます。あ、2名見てくれてますね。ありがとうございます。あ、こうやってコツコツやっていこうと思います。よいしょ。じゃあ書いていきますね。よいしょ。まあミケランジェロね、僕結構好きなモチーフでした。うん。特にね、結構書きやすいモチーフだと思います。こちらのおじいちゃんなんですけど。このミケランジェロは、すごいよね。筋肉の彫刻家って感じがしますよね。すごい上手、本当に。最初にもうザザッと色のしていきます。もうね、典型的なこれ逆光なんで、もうガンガン色のしていきます。本当に逆光苦手な人がいたらもうこの描き方覚えましょうって感じでやっていきますね。そう。顔が逆光だと少し難しいんですよね。まあ、断っておくんですけれども、この紙のサイズ感でライブしてるので、少し構図は悪くなってる可能性があります。まあ、少しね、構図は僕のはあまり参考にはならないんですけど、まあ、書き進め方とか、そういうところを参考にしてもらえると幸いです。もうね、ガンガン進めていくことが大事なんですよね。できるだけでっかく描きたいからね、自分も。ではやっていきます。さあどうでしょうか。よいしょ。ちょっと暗いかな。まあいいか、大丈夫か。よし。さあ皆さん、今日はどうでしたか。今日の一日は。こんな感じでガンガン進めていきます。結構もうふわふわ進めていくのがポイントですね、うん。お、3名の方見てくださってますね。ありがとうございます。まあ毎回のことですけれども、何か僕は書いてるだけなので、何かね書き方で分かんないこととか、ちょっと悩んでることとかあったら相談してみてください。僕の答えられる範囲で答えていきたいと思います。おお、いえしく。もう毎度ありがとうございます、本当に。本当にありがてえ。この G
じいちゃんをね描くのもまあ難しいですよね本当に、うん、また難しいって言っちゃった。よいしょ、よいしょ、また飲みましょう本当に。まあざざっとねこんな感じでも大きく大きく捉えていきます。でもちょっとなんか雰囲気分かり始めましたね。うん、早いとねすぐ印象出てくるんで、もうガンガン乗せちゃっていいですよ本当に。よいしょ、よいしょ、お3名の方ありがとうございます。ちょっとまだ印象が煮切ってないですね。うん、難しいな。ちょっとサイズ感が少しやっぱちっちゃいんで、やっぱ多少慣れるのに時間かかりますね。いつも受験だとどんぐらいの大きさかっていうと結構でかいんですよ。すごくかなりでかいから。少し印象っつうのかな、なんか書いていくような感じが少しイメージと違ったりするんで、まあ全体的に進めていきながら、まあ位置感をどんどん定めていって、画面でなんかバランスよく入るようにするためにしてする書き方でいっています。今はこう口がここだとここがひげっていうのはちょっとね違うんですけど、でも体の感じを見るとここが一番バランスよく収まるのかなとか、そうちょっと難しいんですよね。だからそういう面では髪の大きさ変えるだけでね、ちょっと絵の印象変わってきますからね。やっぱそういうところはまあ僕も毎度のことながら難しいなと思うところであります。お、5名、6名の方ありがとうございます。そう本当にね見てくれてるのすごく嬉しいので、僕ももうね本当ね0人の時とか本当にくじけそうになるんで、本当にやってて、いや本当にありがたいです。うん、なんか YouTube やってるとね、なんだろう、こう精力的に毎日投稿やるとなんかね視聴者数少なくなっちゃうんですよね。逆にこう3日に1回とかなると定期的になんか稼げたりするんですけど、これって何なんですかね、あんま分かってないんですけど、ちょっとそこら辺がよく分かんなくて、なんか YouTube のなんかそういう再生回数の事情とか知ってる方いたら教えてほしいぐらいですね本当に。何なんだろうな。そう、まあ、僕のコンテンツの質の問題もまあ多少はあると思います。それはちょっとあれなんですけど、僕の課題なんですけどね。何なんだろうな、毎日投稿するとね再生数少なくなっていくんですよ。逆にそう時間を置いて投稿するとすごいみんな見てくれたりするんですよね。本当これが謎で難しいんだよなって思いながらやってますね。本当に難しい、よくわかんない、まだねつかみかけてないですね、そういうセオリーみたいなもの。よいしょ、まあだいたい印象が出てきたかなって感じですね。はい、じゃあ書いていきます。最近、まあ、やっとね、少しずつ寒くなってきましたね、やっぱり。そう。最近、ちょっと肌寒くなってきたりしてませんか？季節の変わり目ってね、風邪ひきやすいんで皆さん気をつけてくださいね、本当に。僕はいつも鼻水がひどくなっちゃいます。本当にね、もう、季節の変わり目って絶対風邪ひくんですよね。もう本当に辛いんですよ、だから。そう。もともと食物アレルギーだったりしてたんで、もう、本当にアレルギー反応ひどくて、もう本当にひどかったっすね。
アトピーとかも僕持ってたんですよ。だからアトピーがこの時期になったらひどくなったりとかしてて、もう本当に辛いです。あとアレルギーが。あとはな、あれですね、本当に。咳がひどすぎて眠れない日とかあるんですよ。とか、なんだろう。目がかゆすぎて、痛くて眠れないとか、目が痛くて。そういう経験ないですかね。アレルギーの方なら多分あるはずです。あれ本当に、なんか地味にきついんですよね、あれ。本当に。目が痛いとき、本当にもう世界が終わってるような感覚に陥るんで、本当に。あれはね、辛いんですよね、本当にね。アレルギーね、本当に。亡くなってほしい病気だ。さあ、よいしょ、よいしょ。まあ、少しずつ印象をつかめているような感じですね。今日ね、光の解説の動画出したんですけど、今日の動画で言うと、この辺が明暗の境目です。この辺が。この辺が明暗の境目で、この辺が中間色で光面って感じですね。なので、まずは影面に、すごい逆光の場合は、こんな感じでもうザーッともう影を塗っていきましょう。もうこれが早いです、本当に。影をこうやって、ギャーッと塗っていって、まあ大体印象ができたのでね、こうやってもう一気に影塗っちゃいましょう。で、光影をすごくわかりやすくするっていうのもポイントの一つです。うん。だと思います。で、光影わかりやすくしたら、ちょっとね、そこから、まあどんな鉛筆でもいいんですけど、だん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 明るくなるように、こういうふうにね、優しく階調をね、イメージで言うと、球、あるじゃないですか、球体。球体の上面のイメージです。こう、だん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 明るくなっていきますよね、あれも。そう、そんな感じで、もう布の表情とかありますけど、とりあえずざっくりと、まあ、布の線も描きながら、もう、こう、だんだんと明るくなっていく調子をつけていきます。ここは体の側面なので、ちょっと練りゴムが後ろにあるんで、変な感じ。凹凸が後ろにあるとね、結構変な鉛筆の跡になったりするんで、取ります。まあ、こんな感じでね、ここは、まあ、体の側面なので少し暗くなるけど、奥に行くにつれてどんどん明るくなるこの逆境の色調。まあ、頭の方は来てますね。あと、特にね、シルエットを締めてくれるこういうこめかみの部分の髪の毛とかもしっかり描いていきましょう。そう。で、大体、光影が分かりやすく出てきましたよね、これで。なんかちょっと首が浮いてるような空間的な感じになってきたら、もう一気に、なんだろう、両線のすごく鮮やかな黒を乗せていきます。なんかちょっと技法的ですけど、騙されたと思ってやっていくとすごい簡単に早く終わっちゃうんで、ポイントです。これもね、今後、描き方動画みたいなので、顔の描くコツみたいな感じで上げていこうかなと思います。じゃあ、今からちょっと徹底的に、ちょっと鮮やかな黒を入れていきますね。これ結構ポイントなんで、よく見てるといいと思います。もう一瞬なんで、一瞬じゃないか。こんな感じで。特に逆光はね、この技使いますよ。まあ、この技を、うまくいくから使うんじゃなくて、ちゃんと理論も、書いていけば認識してくるんで、あ、こうなってるからここに黒が乗るんだ、みたいな、そういう仕組みまでちゃんとしっかりね、抑えられるといいですね。その、理論みたいなものも、僕、これ、なんだろうな、近いうちに動画に出しますね。で、鼻の落とす影だったりとか。逆にここ頑張んないと印象くくりますね。なので結構肝です。ちょっとずれてきてます。そう、難しいんですよ。まあこれはね、修正を何回も加えてやっていくのがポイントです。うん、本当に。あと、ここの、シワとかね。そう、光がね、に近い位置。の光影、なんだろう、凹凸の影っていうのは、かなりね、強い黒で、こう、なんつうの、出てくるので、しっかりね、その黒は、もう鮮やかな、サイドの濃い黒で塗ってあげちゃいます。で、この位置感もしっかり、パースを意識してます、僕は。パースを意識して描いてます。こことここ、こことここ、こことここ。で、口があって。で、顔の、こ
ここが一番何形の変わり目なんで、意外とねこの口の下にすごい黒たまるんですよ。これもポイントです。こんな感じかな、まあ、こんな感じで、あとは髪の毛かな。髪の毛はね、この境目、この辺に黒がたまったりするんですよ、まあ、これチートなんで、うん、なんかもうなんかテクって感じです。テク、でこれだけでなんか印象出てきませんか。そう、逆光はね、これが肝ですね、本当に。で、まあ僕だったら、これちょっとステッドラーの 4B なんですよ、この黒い。あの結構木炭級に色がのる色で、結構ね、修正効きづらいから、ちょっと怖いんですけど、ガンガン塗っていきます。あ、2B の方がいいかな、今は。2B 描いていきます。こんな感じで描いていきましょう。でも、めっちゃガンガン色のせちゃっていいです、もう。あまりこの辺の表情とか気にせずに僕は今塗ってます。まあちょっと気をつけてほしいのがあるんですけど、特にね、首とかこうやって同化して描いていく場合、最後描き分けの時に結構大変になったりするんで、そこは気をつけてください。うん、こんな感じでほら塗るだけでちょっと印象出てきませんか。なんかちょっとむにゅっとこう出てるような感覚、こういうこの出てる感覚みたいなのを養うのが大事です。どうでしょう、結構ね、わかりやすくやってるところですね。結構出てますよね。これが逆光のポイントかな、うん、あまり呼び込む先生にこういうこと言うと癖っぽくてやだみたいな感じ言われるんですけど、でも書いてたら結構強くはっきりと出てくるから、書き途中にこの状態は全然ありだと思います。そう、だいぶ出てきたかな。そしたら、まあ同時にこの影の方の黒も少し溜めつつも、そう、逆光でね、逆光って絶対画面暗くなるんで、もう今のうちにもう黒のせときます、基本的に。うん、それがね、もう早く終わらせるコツですね、逆光の。ちまちまやってるとまあいいんだけど、画素も増えやすいんだけど、どうしても試験って時間が限られてるので、そう、それに、ちまちま乗せたとしてもいいですし、ちゃんとこうやってガーッとこう一気に乗せても、後で、詳しくかけていけるので、ちゃんと丁寧に黒く乗せておけば、後でね、結局は色の、本当に書き込めるんですよ、丁寧に塗っとけばね。なので、今は丁寧に強く塗っているところでですね。あと、ポイントがあります。ここのね、ここに、ミケランジェロってのは、布を留める P みたいなでっかいのがあるので、そういうところもね、この布の仕組みをこう書く上ではすごく大事なところなので、ここは覚えておいてください。ここにそういうのがあるってことだけ覚えてるといいと思います。そう、僕がね、今、参考に使っている写真のこのミケランジェロなんですけど、これね、僕が二郎の時にあまりうまくいかなかったやつのミケランジェロの写真を持ってきて見ました。なので、何年ぶりかな、もうかなり懐かしい位置で、久々に描けなかった光の状態で今格闘してます。描けるかな？だから。多分描けると思いますけど、ちょっとなんか懐かしい記憶が蘇りますね。この時はね、少し飲みや悩んでた時期で、そう。ね、飲み悩んでたんですよ、本当に。で、なんかカチカチ書いてみたりとか、タッチで書いてみたりとかして、全然自分の書き方とか、書くスタイル、目指すスタイルと全然合ってなかったのに、なぜかね、無駄に頑張ってたんですよね。で、結局、タッチで書かない方がいいってことに気づいて、自分は合ってないってことに気づいて、やっと変えることができて、そこからまた一気に伸びたんですけど、ちょうどね、その時が、二郎の書き講習のあたりでした。あの時はね、本当にね、辛かったですね。もう現役の子とかにデッサン普通に負けちゃったりとかして、本当に不審でした。そう、あの時辛かったな。そうで、そういう時に限ってね、すげえ無駄な自主練してるんですよ、無駄な。考えもせずに、ただ書いてるだけみたいな自主練をすごくしてて、僕って人一倍努力してんのになんで報われないのみたいな感じで、なんか負のスパイラルですよね、それって。そう、あんまり良くない状態が続いてました、あの時は。うん。今思うとよくあれで続けてたなって思いますね。
結局懲りずに自主練も続けて悪影響な時もすごく多かったですね。今首の位置とかあと肩の位置かがずれてるんで修正中です。ちょっとね、あの画面がちっちゃいんで少し迫力を出して描きたいので、本当にね構図はちょっとクソ悪い、あのなんだろう、クソ悪いって言い方あれですけど、ちょっとね、あの木炭紙板って言って本番試験の本番のサイズとは少し、あの本番のサイズすごいでかい画面で描くんで、でかい画面で描くとすごい持つ構図なんですけど、あの僕結構今画用紙小さいんで、結構ね、あの無理くりでかく描いてるので結構あの四隅切ってます。はい、そうで、なんかね無理くりね情報入れたすがる自分がいるのがわかる、うん、すごいねパーツでかくなっちゃうね布のパーツでちゃでかくなっちゃうの。よし、まあこんな感じで、まあ大体色、イメージの色に伝わりましたね。こんな感じ。どっちが見やすいの？こうか。そう、大体イメージの、なんか雰囲気つかめてますかね。こんな感じで。じゃあ次は、こすっていきます。まあ定着させる意味も込めて、ティッシュでこすっていきます。そう、本番ね、こする布とかティッシュ忘れて、芸大のトイレのトイレットペーパー使ってこすってました。懐かしい。そう。これだとなんか芸大のトイレットペーパーなくなりそうですけど、まあ、トイレットペーパーでやってもいいですよ。うん、そう。でもね、本番の紙微妙にね、日頃練習してる紙とちょっと違うんですよね。それが本当になんか、大変なところがありますね、本当に。なんであんな違うんだろう。じゃあここから加湿していきます。お姉さん立って書いた方がいいな。うん、自分はね結構立って書きますでさ。顔がギリギリ映り込まないように気をつけていつも書いてます。だからすげえ書きづらい。がっつり描こうとするともう画面全体にあの顔が覆ってきちゃって、すごいね、お前顔邪魔だよみたいな感じになっちゃうんですよね。そう、だからそれを避けるために極力ねこう画面から顔離して今描いてます。まあでもベースの段階だとね逆に話す意味がすごくあるのですごくいいと思いますよ。あのぜひ最初は印象を合わせるために画面からあの話して書いてみてください。結構効果あるんじゃないでしょうか。特に印象合わない人、あの僕はね印象合わないときはもうなんだろう、なんていうのかな、あのもう本当残像で見てました。印象合ってるか合ってないかをチラ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 ね、あの本物のモチーフと目配せをして残像で合わせてましたね。結構おすすめ。これね、僕は福岡時代の先生に教わったんだけど、本当福岡時代は、うん、まああんまり、うん、言えないけど、そこまであれだったので、まあそれだけ唯一習ったかなって感じでしたね。ちょっと似てないですね。この書き方するとね、ちょっと似てなくてもね、あのすごくかっこよく黒が乗ってるから、なんか、狂ってないように見えるんですよ、これ。これちょっと落とし穴で。でも、かっこよく進んでるから、モチベーションは高いまま、あの、保てて書けるので、すごくそれはいいんですけどね。そう。もうなんか合ってる感じしません？なんか。そう。全然合ってないんですけど、すごいね、合ってるように見えるんですよ。もう魔法、本当に。要するにね、本当にこれ見て気づいてほしいんですけど、こう無理くり、もうひたすらちまちまね、こう光の位置をこうやってさ、あの光の位置っていうのかな、じゃないな、あの髪の毛の位置とか、そういうのちゃんと無理、なんかこう、ちまちま合わせて描くっていうよりも、もう雰囲気で一気にファッとね、あの、色を乗せて描いていった方が、明らかに進みも早いですし、あの、描きやすいと思いますよ。印象もすごい合わせやすいと思います。
でこの描き方をする人ですごい落とし穴な人がいるんですけど、あの影画をね全然描かないんですよ。そう、影画を全然描かない人いる、こういう時って。僕はね、あのそういう人たちは絶対後半で印象が合わなくなってくるっていうのは鉄則なので、特にね、あの太郎星に多い、ここら辺はなんかあんまりいい感じにごまかして次行っちゃおうみたいな。影をねしっかり、あのなんだろうな、なんて言えばいいんだ、パースが分かる状態、そう、顔の傾きが分かるくらいの顔の描写までは、目の描写まで持っていかないと後で辛くなります。そう、描く、なんだろう、写真模写だとまだいいんですけど、まあ、写真模写だと結構部分描きの人多いじゃないですか。あれはあれで全然いいと思うんですけど、デッサンになってくると、デッサン的な描き方とかだとやっぱりね、全体をバランスよく進めていくとすごく、なんつうのかな、なんかね、狂いに逐一気づきながら進めていくので、最終的にすごいね、印象の狂いが少なくなっていきます。うん、これは本当です。よくね、芸大に受かった人でもそういう書き方する人多いんで、そう、ここは、まあ、うまくいけば印象出るんですけど、大体そんな、すごく合うみたいな人は少ないんですよね。ちょっとパス狂ってますね。気をつけよう。僕もね、1時間で描こうとなると、どうしても印象がね、狂うんですよ。難しい、本当に。このパースが、今、こういう風なパースで描いていきたいんですけど、ちょっと目が今、こうやって下がって、こういうパースになったので、わかるかな。こういうパースになっていると、あの、こう見た時に結構目がこう、陥没して見えるんですね。なので、しっかり、そうならないように、ちゃんとパースを合わせて描いていきます。なのでこの前頭も少し上げます。そう、実際にね、パースがそういう風にこう錯覚してみるってことがよくあるんで、ここは気をつけていきたいですね、本当に。そう、僕も今錯覚して見えてました。でもよく見てみると、落ち着いて見てみるとね、あ、パースおかしいなみたいなこと気づくんですね。そこはね、やっぱりちょっと認識だったりとかもすると思うんで、そう、難しいんですよね、これに気づけるか気づけないか。これで少しあの傾きが改善されたと思います。うん、されてるされてる。よいしょ。お、視聴者さん7人、ありがとうございます。7人見てくださってありがとうございます。7人来てくれたことで、あのちょっと質問なんですけど、 YouTube のあの再生回数の話になるんですけども、僕もね、あのまあ頑張ってやってるので、まあどうにか再生回数は稼ぎたいじゃないですか。なんだけど、なんかね、こう頑張って毎日更新しようとすると、いつもどん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 再生回数がね減っていくんですよね。そういって、まあ動画のクオリティの問題も、まああの多少あると思うんですけど、あのそれでもね、やっぱりあの少し日を空けた方が再生回数伸びるんですよ。これって何なんですかね。なんかわかる人いたら教えてほしいです。あとね、やっぱり、ライブ、本当にね、ライブのおかげで、毎日更新が楽にできるようになりました。やっぱり前はね、本当に大変でしたね。毎日はちょっと無理だなってなってましたね。やっぱり編集とか、時間考えると、とか、あと企画とか、毎回考えなきゃいけないってなると、結構もう、至難でしたね。もう、毎日学校に、行って、それで YouTube も毎日やってってなると、もう学校の課題もおろそかになっちゃうし、そういう負の連鎖続いてたんですよ、その時。で、視聴者も伸ばったかな。あんまりチャンネル登録も伸びなかったので、そう、一時期ね、こうやめちゃってた時もあったんですけど、やっぱり、今の時代ね、まあ、作家としていくかはわかんないですけど、やっぱり展示とかもちゃんと、あの、顧客として増やしていきたいですし、あとなんだろうな、やっぱり、まあ僕の個人としてしっかりね、あの僕を応援してくれる方がいればいるほど、あの展示にも見て、あの来てくださる方が増えると思うので、こういう活動をし始めた次第です。そ
Facebook 見てきましたとか、Facebook はやってないや、インスタやってきましたみたいな人もちらほら来てくださいました。芸祭も展示とかもね、ちらほら来てくれたりしてますので、本当にまあこういう SNS 関係はなめちゃいけないなってのは思いますね。だいぶかけてきたかな。ちょっと黒がしつこいんで、でも大丈夫かな。で、あとはこのよくみんなが逃がしがちな、まああんまり書く必要はないんですけど、こう影側の情報も少し入れていきます。そう、本当にね、影側はね、光の状態をただ見るだけだとわかんないんですよ。お、次の展示はいつですか。バリバリバリやる気をください。やる気をください、あー無理やる気をください、無理。自分でそのモチベートをかけるのはね、もう本当、いや難しいんだけどね、こう毎日、ね、モチベーションを高く持ってやるっての、そう、本当にそれ難しいと思う。なので、うん、なんか僕のこういう活動とか見てモチベーションになったら嬉しいなって感じなんですけど、どうでしょう。次の展示はですね、あとちなみに次の展示は一応2つ今考えてて、1つがね、確か2月5日かなあたりにやるつもりなんですけど、これはですね、ちょっとバイト先のまあ、あの展示の話になってて、やっぱバイト先の方がすごい優しい方で、お金を出してくれるのかくれないのかみたいな形になってて、でもちょっとそれが、ちょっとね、話こじれちゃってて、ちょっとあの、ちょっとやりづらいような形にはなってるんですけど、あんまり言いすぎると、あの、このライブを見てくださってる可能性もあるので、そう、ちょっとね、やっぱり、いろんな人が関わってくるってなると、やっぱり難しいんだなって思います。やっぱり自分もまだまだだなって思うとこもいっぱいありますしね。で、まあ、本格的な展示がですね、あの、3月の16くらいにあります。まだあの、仮なんですけど、あの、音楽、芸大、せっかく芸大にいるので、音楽学科の人と、協力してですね、あの、音楽学科の人が、その、結構ね、声楽科の人と手を組むことができまして、あの声楽家の人がね、結構あのみんな歌える唱歌っていうのはあるんですよ。日本の昔ながらの歌があるんですけど、まあ、美術学部の生徒も、まあ、僕の工芸家だけじゃなくて、いろんな科の生徒、まあ、あの主に日本画とか、まあ、油画も何人かと、先端表現も何人かいて、その中で一人一曲決めて、その曲をお題にして作品を作るっていう展示を今企画してます。で、そうですね。で、声楽家の人とか、まあ、あの、できればいろんな音楽の科の人も誘ってほしいんですけど、その人たちがですね、その選んだ曲を少しアレンジを加えて、あの、ライブで歌ってくれるっていう、もうまさに、もうあの、なんでもありな展示になっているので、ちょっとね、日本みたいな雰囲気も感じながら、僕らは、あの、企画してます。で、あの、結構ね、高いところでやるんですよ。あの、画廊自体が高いところであるので、あのクラウドファンディングで、あのちょっとね、展示の費用を賄っていけたらいいかなって思って、今クラウドファンディングのページも今作ろうとしてるところです。一応ね、あの何だったかな、一応あのキャンプファイヤーっていうクラウドファンディングのサイトで、あの資金をね、多分大体35万とか、そんぐらいを、集めようかなっていうふうに、集められたらね、集めようかなっていうふうに思ってます。で、まあ、そうだな、あとは、なんかいいことあったっけな。まあ、これも、また今度言うんですけど、本当に音楽家とみんなで合わせてやろうと思ってるので、で、ちゃんとね、クラウドファンディングは、なんだっけ、購入型かな？寄付型じゃなくて、購入型のクラファンでやるので、まあ、いろんな豪華特典が、出資してくれた方には、送らせてもらう予定です。一応ね、僕はクラウドファンディングで、こういう、鈴製の、よく見てもらえるとわかるんですけど、蛇の箸置きとか、あとは、この、
またね作るつもりなんですけど、この鈴製のこのフクロウの箸置きだったりとかを、作ってリターンで配ろうと思うので、ぜひ興味ある方は出資してください。本当にね、30万はね、きつい。単純にきつい。やっぱり学生がやる分にはきついっすね。クラファンでどうにかお願いします。ってことでした。まあ、じゃあデッサンも書いていきます。そうなんだよな。今ね、なんかもう一つね、立体、なんだろう。僕は、作品はすごい立体系を作ってるんですけど、その、今ね、すごく動かすってことに、今、すごく興味があるんですね。で、その、やっぱりね、作品展示で、まあ、大きさもすごい大事なんですけど、目を引くポイントってのが、まあ、何個かあって、やっぱり大きい作品とかって結構目引きますよね、そう。大きい作品と、あとはね、動く作品とか、そう。すごくね、やっぱキャッチーなんですよね。なので、この前ね、前も言ったと思うんですけど、ソニーのゲズンロイドを使ったワークショップで、見事、優秀作品に輝きましたけれども、そのゲズンロイドきっかけで、やっぱりその動く作品っていうのはすごく作りたいなって思ったんですね。なんですけど、なかなかね、まあ、動くってなったら、まあ、僕が想像つくのはやっぱ歯車とか、その辺かなと思ったんですけど、皆さんなんか他になんか立体物を動かすアイデアみたいなのありますか？ちょっとここはあれなんですけど、ちょっとね、アイデアが歯車しかなくて、他になんか自動で動かすような、なんかそういうアイデアみたいなのあったら教えていただきたいです。ぜひそれも参考にして作品作りたいので、何かありますかね。こういったパクリ問題とかなんのかな。どうなんだ。ぜひなんかアイデアがあったら教えてほしいなっていうところです。まあそんな感じでした。それをね、まあできればその3月の展示に合わせて発表していきたいかなと思ってます。一応ね、今学校の課題で酒造を作ってるんですけど、酒造あんまりなんか僕あんまり合ってなかったみたいで、ちょっとテンション低めに制作してます。そう、あんま良くないんだけどね、こういうのあんまりやる気ないんだよなーとか言ってみる。酒造ね、難しいんですよ。なんかで僕は結構リアルに、まあ、このデッサンを見てもらえると分かるんですけど、やっぱりね、リアル思考なんですね、自分は。もう超リアル思考で、あんまりこう自分の表現みたいなものよりかはリアルに作り上げることにすごくこだわりがあったので、ちょっとね、今回それを脱却しようと思いまして、その新たな試みで今作品作ってるんですけど、なかなかね、その着地地点が見えなくて、ちょっとね、苦戦してるんですよ、なかなか。いやー、酒造、みたいな感じになって、それがちょっと今しんどくなってます。そう、まあでもね、自分の楽しいしんどさなので、そんな人生死にたいみたいな、そういう苦しみではないですけどね。はい。まあ今はこんな感じです。まあだいぶ顔が出てきましたね。そう。おじいちゃんの顔が結構出てきたと思います。ちょっと HB の鉛筆削ります。そう。こんな感じでやっぱり、トーンをね、乗せていけば、こう立体的にニュッとこう出てくる感覚ってのがあるんですよ。それをやっぱりこのライブとか見てもらって、その感覚をつかんでもらって、で、それをね、日頃のデッサンライフとかに活かしてほしいです。このニュって出てくる、この、なんていうのかな。その感じをね、表現してほしいですね。特に結構伸び悩んでる子って、タッチとかで、両線、影面、みたいな感じでこう出そうとするんですけど、そういう理論も確かに必要ですけれども、大事なのはね、こうやってなんかこう、塗ってみたりとか、ちょっと立ててみたりとか、工夫しながら、何回もこう、重ねて描いてみたりして、そこから出てくる味みたいなものが大事だったりするんですよね。そういうところもね、気にしながら書いていけるといいと思いますよ。そう、両線も確かにね、色は、なんだろう。あるんだけど、両
よく見てみるとね、ちょっと違った色になってするんですよね。その辺をちょっと感じていただきたい。だいぶかけてきたかな。僕本当にこういう、なんだろう、浪人してるときはこういう、なんだろうな、デッサンをこうやってやってるチャンネルとかなかったんですよ。で、お茶日がその時プロセス動画みたいなの上げてたんですけど、コマ送りってよりかは、なんつうんだろう、なんか、結構はしょってはしょって、なんていうのかな、結構要所要所で一気に進んだみたいな感じで出してたので、いや、その間が知りたいんだよ、みたいな感じで僕は毎回思ってました、動画を見て。そう、だからね、ちゃんと、最初から最後までしっかり書かれてある、やっぱそういうのにね、やっぱりしっかりと出していきたいなと思って、この1時間っていうね、短い時間ですけど、しっかりとこの完成のイメージまで持っていけるようなデッサンを目指していつも書いてます。そう、ちょっとね、1時間だから疲れるんだけど、そう、でも僕がね、困ったってことはきっと一人以上は困った、その状態に対して困ってるはずなので、ちょっとね、本当にこういうのを通してデッサン上手くなって、受験も地方格差とかなくなっていくといいなって本当に思います。今体描いてるところです。ちょっとトーンがまとまってない状態なので、あんまり進め方をして体はあんまり良くないですね。難しいんだよね、ミケランジェロの布のね、このなんつうのかな、ふわっとした感じ。あとね、布とか描くときに、影の違いをね、意識して描けるといいと思いますよ。これは、うん、できれば上級者って感じ。お前も話したかもしれないんですけど、影って2種類あるじゃないですか。物のこういうところの影と、あと物が、その物に落とす影。まあ、英語で言うと、シャドウとシェードの違いなんですけど、このね、シャドウとシェードの違いをうまく表現できると、また一味違った良いデッサンになるのではないかなっていうふうに思います。分かっててもね、それを表現できるかできないかですごい雲泥の差がありますよ。ちょっと注意してみたらどうでしょうか。影の違い。そう、英単語にはね、ちゃんとその違いを、の単語があるんですけど、いかんせん日本語にはその違いがないっていうのが面白いですよね。あんまり意識しなかったのかな、昔の日本語って。まあこんな感じで進めていきます。よいしょ、皆さん何か質問等ありましたら、ぜひ僕に、コメント欄の方にですね、質問をお願いします。あと、こういう企画してほしいとか、あったら、もうそれはもう、じゃんじゃん出しちゃってください、本当に。そう、企画で悩むことって結構多かったりするんで。でもね、なんかね、僕ね、なんだろうな。なんか自分でやりたいことを突き進めるっていうよりも、誰かに頼まれたことの方が使命感があってすごくやるんですよ。そういう感じありません？ありませんかね。なんかこう自分でやりたいことを突き進んでやるっていうよりも、なんか誰かに言われたことってすごい積極的になってやったりしませんかね。なんだろうな、なんか分かる人いるかな。もしかしたら僕は自己主張が弱い人なのかもしれないです。こういうことやっておきながら、自分に自信がないのかな。なんかね、やっぱり人から頼まれたことってなんか使命感を感じてやるんですよね。何なんだろう、この違いって。だけど自分がこれやりたいと思った時は少しなんかこう自信なく下げになっちゃうっていうか。だいぶ書き進んできました。体もね、大事なところはやっぱり立体感を出すところなので、まあ、あとはこの落とす影とね、さっきも言ったけど、落
とす影と物の影をしっかり描き分けて描いてあげてください。落とす影のポイントはこの影の境がねカチッと描けるかどうかが大事です。あとね落とす影は接地とかも意識して描いてあげられるとまたねより見やすさが変わってくると思いますよ。接地だな。接地はね、本当に大事。接地を制するものは、デッサンを制すと言っても過言ではないくらいだと思います。でもこの表現大好き、本当に。安西先生も本当に僕好きなので。僕はバスケットボール少年で、ちっちゃい頃よくバスケットしてました。あー、折れちゃった。ちなみに皆さん、お気に入りの鉛筆の硬さとかありますか？僕は何が好きかな、F とか HB が好きです。皆さんはどんな鉛筆が好きですか？すごいどうでもいい感じですけど、デッサンしてる人って結構お気に入りの鉛筆何ですかとか聞いたりするんですよ。皆さん何の鉛筆が好きですかね。ちょっとマニアックすぎるかな。芸大生の一日、芸大生の日常。入手君ありがとうございます。芸大生の日常か見れたらモチベーションになりそう。確かにやっぱそういうの大事ですね。そうだよな、日常か。芸大生の日常、あとは一日ね、ちょっと考えてみます。近いうちに出します。あとは F が好き。わかるまだわかりますね。そう、 F いいよね。僕もめっちゃ好きです。ちなみに誰だっけ、最強さんは何、ユニ派ですかステッドラ派ですか？僕はもう見たらわかる通りユニ派です。そう、ユニとねステッドラでも全然鉛筆の色の種類違うんすよね。これまたすごい面白いところで、さあ皆さんはどんな鉛筆が好きかな。よいしょ、まあ、だんだん、お、ああ言うても50分早いな、1時間ってやっぱり、前のこの布は描いておきたい。ちょっとずらします。早い、やっぱ絵をって集中して描くと早いですね。終わるのが本当にね、6時間試験なんですけど、本当にあっという間なんですよ。試験という間ですよね。皆さんどうでしょう、美大の試験受けられてる方、あっという間じゃないですか、デッサンの6時間って。僕はね、すげえあっという間でもうやってました。ちなみに僕はすごい結膜炎で、すごい充血がひどいんですけど、いつもね、先生から、お前はいつもデッサン終わった後、充血しながらデッサン書いてるから、すごい観察してんだなとか言われて、いや、ちげえよみたいな感じで思ってましたけど。本当に充血ひどいんですよ。最強最強さん、ユニハ。もう分かってらっしゃる。そう、ユニすごいんですよ。本当に安いし、安いしね。本当に。ステッドラに比べれば安いですね。本当に。最高の鉛筆だと思います、僕も。ユニの、なんだっけ、商品の鉛筆の紹介になんか、世界から愛されてる鉛筆ですみたいな書いてるんですけど、自分で言うなって感じですよね。そう。まあ、愛してる自分が言うのもなんですけど、それ面白いね。世界、シェア。ですね、いや、おめえ、まあそうだけどさ、まあね、マーケティングとしてはそれが大事なんでしょうけど、さあ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 、そろそろ駆け上がってきたんではないでしょうか。あっという間だったな、本当に。まあ、この10分死ぬ気で書いてますんで、今。必死に完成に向けて進んでるところです。この
このね、布の感じが出せるとまたすごいいいですよね。できればね、書き込みで背景まで書いていきたいですよね、すごく。背景まで書けたらよくないですか。浪人生で背景まで書いてくるやついたらちょっとうざいですよね。こいつどんだけ書くんだよ、みたいな。僕はね、浪人中は背景あんま描いたことなかったっすね。そうなんですよ。背景描くとまた話が変わってくるんですよね。よく難しいんですけど。今ね、あの布の落とす影と、あの布自体の影を結構差別化して描いて、こうなんとか空間にしていこうとやってるとこです、今。そう、自分でね書いたと思ってても全然書けてないことってすごく多くて、やっぱ難しいなと思いますね。はい、今はあの落としてる影描いてます。物が落としてる影です。今は物の影ですね。断面って結構大事ですからね、皆さん。結構ね、無造作に切ってあると思われがちなんですけど、あの彫刻家しっかり意識しながらやってたりとか、もともと全身の図を胸で切ってある石膏図でも、しっかりそこの辺は切り方とかしっかり考えて石膏屋さんも作ってるので、やっぱりね、切り方は大事だったりしますよ。うん。あとは、このね、デッサンでね、表現するときに、R ってすごい難しいんですよ。R。こう、凹んでる面。難しいから、大変。特にね、あの暗くなってるんですけど、乱反射を起こして、あの意外とね、影の部分が明るくなったりするんですね。その乱反射がすごい厄介。乱反射ってよくね、ヨガとかで言われるんですけど、この乱反射を追うといいよみたいな感じで漫画に言われて、そこで受かった後買ったんですけど、やばい。お、10人かけていきました。ありがとうございます。あと7分ですね。終わるかな。このドキドキ感も楽しんでくださいね。そう、皆さん、明日は祝日ですから、ちゃんとね、今日は夜更かしして寝てくださいね。いや、夜更かししてってなんだって感じですけど。本当にね、そう。予備校って日曜日ないんですけど、ないんですね、予備校って。まあ、あの、週休1日であるんですけど、そう。日曜日はないから、マジで僕は浪人中よく土曜日夜更かししてましたね。懐かしいなぁ。土曜日のね、深夜番組結構面白いのやってたりしてて、まあでも言うて、うん、深夜にすごく練習してたんで、あの、お願いランキングとかすごい見ながらデッサンしてたの思い出しますね。皆さんお願いランキングとか知ってるかな。あとカウントダウン TV とかすげえ見てました。この日中夜更かしよくしてたんで、知ってるかな。あとなんだっけな、ランク王国だ。土曜日の深夜にあるランク王国すげえ見てた。意地でもランク王国が始まる時まで起きて、あの自主練してたの覚えてます。うん。ランク王国に出てくるなんかね、女優がその時すげえ好きな人で。まあ、この話はそんぐらいで。よいしょ。だいぶできてきたかな。まあ、布の感じと、僕が今意識してるのは、布の感じが、あの、ぬるっとしてるようなイメージで、かけていくのをイメージして書いてます。顔のところもまあいろいろやんなきゃいけないところありますけど、まあまだ布がね、特にミケランジェロって本当布が魅力的なので、本当にうまいんですよね。
昔の彫刻家、これ石に彫ってますからね。石に彫ってこんだけ模刻できるってすごいっすよ、本当に。尊敬します、本当に。ほんで僕はアカデミックな美術がすごく好きで、こういう昔のね、あと、なんだろう、バロック系の、だったりとか、ちょっと宗教画っぽい感じの、あの、なんだろう、劇的な光を演出するような感じ。すごく好きなんですよ。日本人結構印象派好きな人多いんですけど、僕は、がっつりそういう陰影を使ったのが好きです。これも受験美術の影響なんだろうなって思いながらありますけどね。もともとすごいリアルに作ることが好きで、よく恐竜とかも頑張って作ろうとしてたけど作れなかったみたいな感じなんですけどね。そう、なのでやっぱり自分の性にやっぱりリアルに作ることが合ってんのかなって思いますね。よいしょ。ちょっとね、まだ猛者ついてるんで、こういう時は猛者ついて、テスさんが猛者ついてしまってる時って、特に経験者はあると思いますけれども、わかるかな？そういう時はエッジとかその色の質を気にするんじゃなくて、とりあえずその境界線とかをしっかりカチッと止めていきます。で、境界線をカチッとさせる時に大事なことが、柔らかい鉛筆じゃなくて硬い鉛筆でカチッと締めていくことが大事です。柔らかい鉛筆を強く立てて描いてしまうとサイドがすごく目立ってしまって、逆にそこが立ってきちゃうんですね。目立ってきちゃうんで、硬い鉛筆で目立たないような色で、色合いなんですけど、すごくカチッと色を収めてくれるような鉛筆で描いてあげるのがポイントです。よいしょ。かな。この設置が今うるさいですね。で、時にはこすったりしながら描いていきます。だいぶカチッとはしているのかな。弱いですね、カチッと感が。この辺もしっかり落とす加減を書いてあげましょう、うん、すごい大事。ちょっと光面が弱いですね。やっぱりね、人は光面のリアリティを見るので、やっぱり光面をね、持っとかないとダメだな。ちょっと手前のザラメも気になるけど、もうしのごの言ってられない。単純なね、この両線のところもしっかりね、形の面の感じで変わって色が変わってくるんで、そういうのも一生懸命を入れてると思います。よいしょ。あとここだな、終わってなく見えるのこの辺だな。ここもしっかりね、回り込みを押さえてあげましょう。そう、ぼさっと見えていくときもこうやって回り込みをね、しっかり処理してあげるだけで全然変わってきますよ、本当に。あ、終わって見えるみたいになりますよ、本当に。で、これもね、一緒で、僕だったら硬い鉛筆とかでカチッと収めちゃいます。大丈夫かな。お、12、ありがとうございます、本当に。こんな夜遅くに見てくれて、本当にありがとうございます。本当に感謝の限りです。最初やっぱりライブ始めた時はね、一人かなとか思ってたけど、意外と友達がすごい温かかったみたいで、本当に友達に支えられて生きてるなって思うこの頃です。バリバリスパリさんは今見てくれてるのかな。バリバリバリさん YouTube やってるみたいなんですけど、今更新してるんですかね。更新してたら見よう。エッジを整えてみました。あとは肩の後ろ、この辺は難しいな。ここか。こ
この辺が結構曖昧ですね、今。型鉛筆を使いながら、うまく締めてます。この締めるの難しいからね。結構ね、型鉛筆で締める作業が完成度上げてくれたりするんで、結構、めんどくさいんですけど、書いていきましょう。うわ、もう1時間だ。よし、じゃあ、だいたいこの辺かな。まあ、なんだろうな。まあ、一応ね、だいたいの目安ぐらいまでは書けてきたので、まあ、こんな感じで書いていけばいいと思います。まあね、あとはちょっと、まあ、僕もね、少し終わるまで時間延長して書こうかなと思うので、もしまだ、完成させる絵も見たい方であったら、このまま見ていただけると嬉しいです。一応ね、チャンネルのコンセプト上、一応、形としてはここで一回締めさせてもらいます。だいたい、こんな感じです。ちょっと光面がまだ弱い感じはありますけど、だいたい1時間でこんぐらいまで描けました。まあ、こういう風な感じで捉えてもらえると、すごいデッサンはうまくいくんではないでしょうか。このね、なんだろうな、ニュッと出てるような感覚、あと逆光は、こういうところの黒いバチバチしたところを先に描いて、こう影は最初はまず塗って、しっかり色を塗ってあげるってことが、すごい逆光の光を演出する上では大事になってくるので、趣味で描かれる方であっても、まあ、受験で頑張らなきゃいけない方であってもですね、逆光を描くときはこういう意識でやってみてください。じゃあ、1時間で一応ここで終わりなんですけれども、まあ、このまま、継続して、まあ、とりあえず完成させるまでちょっと書いてみようと思うので、もし眠くない方であったらお付き合いください。はい。じゃあちょっと書いていきます。まあ、目安は30分ですね。1時間半までに、ある程度のクオリティで出したいですね。終わらす、もうこれだと1時間デッサンじゃなくて90分デッサンとかにした方がいいかもしれないですね。複雑なモチーフだとやっぱり、でも、終わんないからな。でもまあ、美術系の YouTube やってみて、やっぱり思うのは、完成度上げてるやつの方がやっぱり伸びがいいんですよ。やってて思うんですけど、本当に。そう、完成度上げてるやつの方が、すごく、伸びがいいんで、やっぱりね、途中で終わらせるよりもしっかり終わらせた方がね、やっぱりいいですよね。僕もやっぱ浪人中で、特になんだろう、デモストみたいな感じで、よく現役の芸大生と浪人生で勝負させるみたいなことよくあるんですけど、ね、終わんないやつとかいたらもうマジで、終わらせろよみたいな感じで思ってました。すいません。受験中はそう思ってました。そう。でもね、そういうやつほどね、こう、受かった側になって終わんなかったりするんですよ。僕それ一回やらかしました。そう。よいしょ。今、光面を描いてるところです。このね、まあ、布を描いていくときの意識としては、こう、面が移り変わってるので、面の移り変わりがすごく滑らかなんですよね。で、そのゆったりとした滑らかな面の変化みたいなものを意識して描いてます。これ結構上級者向けな感じですね。そういうところは。布の描写って結構難しいんですよね。だから、この、なんだろうな、両線でパキパキと分けるのではなくて、ふわっとしたトーンで描いてあげると、すごいね、布っぽさが出やすいと思います。アタッチで描くにしても少しね、柔らかい印象、折ってあげてみてください。よいしょ。さあさあ、書いていきますよ。でもやっぱり、10人、さっき11人言ってました。嬉しい。できればね、やっぱりその、僕も、なんて言うんだろうな、まあ、夜の用事がなければ、もう毎日、こういった形で配信していこうと思うので、応援よろしくお願いします、本当に。
見てくれる方本当にありがたいです。月曜日のね、月曜日って憂鬱じゃないですか、やっぱりみんな。どうですか、学校が始まったり仕事が始まったりして。まあ、あの繰り返しにはなるんですけど、何かね、あの芸大のこととか、あと今書いてるデッサンのこととか、質問があったら、ぜひ、どしどし質問してください。あの質問があれば、あの随時答えていきます。あ、ちょっとミスってるな、これ。ここだ。ここはこうか。よいしょ。あ、今見てくれてる方ありがとうございます。11人嬉しい。あんまり2桁いかないから嬉しいですね。嬉しい、本当に嬉しい。結構有名な方だとライブ配信で1000人とか行く方いるじゃないですか。異次元ですね、やっぱりすごいなって思っちゃいますね。僕もいつかそういうライブ配信をしてみたいものですね。そういう時ってすげえプレッシャーがすごいんだろうなって思ったりするんですけど、どうなんでしょうね。よし、だいぶできてきたかな。あの布はね、少し印象違ってもなんとかごまかせたりもするので、うん、あんまりこうシビアになりすぎる必要はないんですけど、最低限ね、布、こういう布があるんだなみたいなとか分かるぐらいの描写は欲しいですね、やっぱり。あと分かるくらいの狂いであってほしいですよね。これ布としておかしい形してるなって思われたら負けです。よし、うん、形が難しい。よし、来た。よし、まあ全体像が描けてきました、今ようやく。そういえばですね、最近僕もあの昔やってたんですけど、最近全然やれてなくて、あの本をまたね、あの意識的に読むようにしました。そう、最近特にね、バイトがあの子供の教育を専門にやってるので、やっぱり子供の教育本みたいなものを結構読んでますね。そう、何かあのおすすめの本とかありましたら、あの僕に教えてください。ぜひぜひ読みます。僕は昔はね、結構 SF 系がすごく好きで読んでたんですけど、最近はね、そういう教育本をすごく読むようになりましたね。でもバイトのおかげだなって思うんですけど、あとはね、前読んだのは、なんだろう、ちょっとね、ブロガーを志した時期もあって、文章力を鍛えるために、文章の本みたいなものを読んでました。ね、結構面白かったですね、やっぱそういう本。なんかおすすめの本があれば、僕に紹介してください。よし、大体書けてきたかな。ここから、あとは全体のトーンを調整しながら書き込みしていきます。ここからがね、凄みが出るところなので、必見ですね。超リアリティを出していきますよ。まあ、
頑張りますけどね。まずはね、ちょっとね、布をいっぱい描きすぎているので、少し布が独立して見え始めてきてます。なので、少しあの統一感を取ってます、今。型鉛筆でちょっと奥に行かせたりとか、トーンを揃えつつ描いてます。よいしょ。こんなもんかな。で、そしたらまあ、顔あたりの、まあ、あのちょっと立体感を出していこうかなと思いますね。どんな感じかな、ちょっと布が携帯的になってきたと思います。あとちょっと全体的なトーン的に言うと、もう少しあのダイナミックにトーンを乗せていきますね。ここがね、結構中心で、うわ、また折れちゃった。つらいな。B 系が折れるのつらいな。この辺がね、結構強めに色乗っけていいところですね。そう、色強めにね、ここ色乗っけていいんですよ。なぜかっていうと、ここ下面なんで、下面って一番鈍いんですよ。光が一番足らないとこなので、なのでもうセオリー的にここはもうだんだん暗くしちゃいます。そうすることでね、中間と奥みたいな感じが少し出てきやすくなるので、見てもらえるとすごくわかりやすいですよ、ね、こういう風にトーンのつながりを、ね、少し意識しながらちょっとグラデーション的に僕は折ってます。そう、一時期ね、結構硬くなってた時期があって、こういう風にこうだん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 というこのトーンをちょっと塗り絵っぽいんですけど、描くだけでもね、だいぶ統一感出てきますよ。だいぶ出てきてませんか、この下から上に来る感じが。このささーっと描くだけでね、全然出てくるんですよ、こういうのって。ほんとおすすめ。ここもだな、ここもワントーン落とすな。ここも光面から見ると影に寄っているところなので、ここも落としていきます。するとすごく見やすくなってきたのではないでしょうか。またさらにここも落としつつで、あのここでやっときました、このチート黒。このね、潰したところにこのチート黒を乗せれば鈍く黒く定着してくれるので、あのすごくね、いい色合いを出してくれます。本当に僕この色を好きです。これはストリットラーなんですけど、一番好きなのはハイユニの HB と F です。はい、マニアックな話しました。ちょっとうるさいな。よし、ちょっと擦りつつ 定着させて、ちょっとね、今日はザラメが気になりますね。ちょっと抜きながら布を描いていきます。大体こんなもんかな。そしたらね、ちょっとここの辺も明るいんでワントーン落とします。もうね、観察して結構ね、面は黒あの持ってるんで、均一にこうやって色乗せちゃえば、あのちゃんとね、面の情報は消えずにそのまま暗くなってくれるので、もうじゃんじゃんね、こういうところは大きくいじっちゃっていいと思いますよ。そうすることでちょっと空間が出てきやすくなると思います。あとこう当たり前に暗いところもどん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 暗くしていきましょう。結構ね、あの僕理論の時にまですごい勘違いしてたんですけど、あのサイドがあるのが手前で鈍くなるのが奥っていう、まあなんかそういうセオリーがあってですね、でもそれは実は間違いで、あの手前に来るのはよりね、立体感が強ければ強いほど手前に来るので、サイドじゃないんですよね。そう、立体感っていうのはやっぱりその反射光、中間色、光面、影面、接地みたいな、ここがしっかり綺麗に描けてれば、あの立体的に起きてくるので、ここは要注意です。結構ね、皆さん勘違いしてる人多いですよ。これは受験美術全体で間違ってる人多いですよね。でもその間違ったのが分かる人もいるので、そうちょっと怪しいなと思うんですけど、だいたい暗くなったかな。
本当になんかすいません、こんな夜遅くまで見てくれて本当に嬉しい、感動。もう企画な倒れだけどね。よし、じゃあ、あとはもうお待ちかねの顔をどんどん書き込んでいきます。よし、まあ、書き込んでいくときもしっかりね、印象がずれてないかを確認しながら進めていきましょう。ここからどんどんリアリティ増していきますね。でもね、本当書き込みは気をつけてほしいです。本当に印象ずれてくるんで、多分ね、一回また僕の画面も合わなくなってくる時期が来るんじゃないかなって思ってるんで、書き込み難しいんでね、だからこう修正をしながら書き込んでいくっていうのがポイントです。そう、まあ、特にねこれじいちゃんだから本当にシワがこういっぱいあってね、書き応えあるんですよこの像。すごくそれもね、多分結構ね、この像描くの好きって人多いんじゃないですかね。多いと思いますよ、この像は。ファンがいるはずです、結構。描く人好きな人いますかね？このおじいちゃん。彫刻の神なんですけどね、本当に。すごいですよ、この人の彫刻。もう皆さん自由に質問していいのでね、質問もなかなか更新されなくてちょっと寂しいなと思ってるんですけどね、まあ、質問してください。本当にの設置を書きながら、反射光をちょっと、すくってみたりしつつ、こすって、なんだろうな、この光感を攻めています。そう、ただねちょっとねこの紙が脆いせいもあってちょっとね紙が破けてきたので、ちょっとここら辺は慎重にやっていきますね。そう、紙が破けるの嫌なんだよなって毎回思って、僕はね工芸家なので白同士で描くんですけど、白同士ってねやっぱ少し脆いですよね、画用紙に比べると。でも画用紙難しくて描けないんだよな、うまく。そう、難しいのよ画用紙、すごくね。まあ慣れたとは思うんですけどね、それでもね画用紙で描くとなかなか難しくて、やっぱ白同士描きやすいなって思っちゃう。ジョルジョが一番好き。あー、難しい像が好きですね。ジョルジョのどの位置が好きですか？ちなみに顔正面だと本当ド M だと思うんですけど、でもね顔正面本当似たら本当快感ですからね。まさかの体正面だったりするかな。鬼畜一、本当あそこはね難しいですね。太郎をしてる人ですら描けない人結構多いん で、あんまりうまく描けてもかっこよくなりにくいっていう。僕もね理論の時にジョルジョの体正面描いたんですけど、イケメンにしすぎて怒られました。そういうこともありました。
たかな。このおじいちゃんね、本当にすごいおじいちゃんですからね。うまくかっこよく描いてあげたいですね。ミケランジェロで思い出したんですけど、僕おじいちゃんの顔を鉛筆画で描いたんですね。で、あのデッサンしてる人って結構シワとか好きなので、結構ねシワにフューチャリングして描いたんですよ。あのそうシワが好きだから。そう女の人の場合は描かないですけどね。さすがに失礼なんで。あったとしても描かないです。はい、僕は書かないです。なんですけど、おじいちゃんだから、まあ、いっかーと思って書いてたら、俺こんなしわくちゃじゃねえっつってから、飾ってくれませんでした。ちょっと切なかったですね、それは。そんなこともありました。おじいちゃんのそのしわが素敵だから僕書きたかったのにって思ったんですけどね。あの、おじいちゃんは許してくれませんでしたね。俺はこんなしわくちゃじゃない。すごい面白かったんですけど、その時。うわお。確かに。ちょっと強調しすぎたと思いながら。ここがね、すごい難しいところなんですよ。ちょっと見てもらえると、後で写真見せるんですけど、その難しいポイント、あの僕が、あの逆光の画が難しい難しいって言ってる理由が今まさにあるので、ちょっと見せますね。ちょっと待ってくださいね。ここだけ書いたら見せます。特に皆さんこういうの引っかかるんじゃないかなって思うので、本当にね、おすすめ。よいしょ。そう。今、まあ、あの、すごく顔は立体的に意識して描いてるんですけど、元々の素材これなんですよ。この写真。でよく見てみると、影が結構白く飛んでますよね。わかるかな？この情報ですね、あんまりこのままデッサン描くと、携帯感のないデッサンになっちゃうんですね。なので、あの、影面は意識的にちょっと黒さを乗せたりしながら、あの、立体感演出してます。そう、逆光があってね、こういうことがあるんですよ。絶対あります、これは。なので、ちょっとここはね、意識的にちょっと、携帯感を意識して描いてますね。うん。だから難しいんですよね。本当にね、これよりも立ち悪いと、もう全部黒、真っ黒みたいなところもありますからね。ほんとやばいんですよ。で、現役生とかがそういう位置に当たると、ほんとかわいそうですよね。これうまく描けねえよみたいな。見えたまんま描くもう、まあ、大事ですけど、見えたまんまじゃ描けない位置ってありますからね、やっぱり。そこは気をつけていただきたい。見上げの正面です。あー、まあ、かっこいいんですけどね、鬼ムズの位置ですね。そこ見上げの正面、ジョルジョのね、そう、鬼ムズ鬼畜一なんですけど、できたらすごいかっこいいですよね。あれめっちゃイメージ、なんだろうな、印象揃ったらすげえ気持ちいいですよね、あそこの位置。で、僕は思いますけどね。そう、まあ僕も好きでしたね、もう本当に、その位置ね。本当ド M。あの位置にいる人基本いませんから。本当に。かけたらめっちゃ気持ちいいですけどね。あと僕結構ね、ガッタメラータとか好きでしたよ。趣味分かっちゃうね。ミケランジェロ好きとか、ガッタメラータ好きとか言うと。よし。ちょっとね、時間もしてきたんで、髪の毛を積極的に描いていきます。そう。まあ、毎度毎度言ってんですけど、髪の毛を制するものはデッサンを制しますからね。そう。髪の毛の印象でね、デッサンの印象決まったりするんですよ。ミケランはそこまでないかもしれないけど、あのみんな友達が髪切った時気づきますよね。ああ髪切ったみたいな感じで気づきませんか。 それと同じ感覚と思ってください。そう、石膏像に髪切ったみたいなこと言わないと思うんですけど、髪切ったって思ったら多分印象が違うってことじゃないですか。だからね、そ
そう、僕もねその説明を受けて、うわなるほどみたいな、髪の毛全然描きたくねえとか思ってたんですけど、それ聞いて、うわそうだ、人が髪切ったのすごい気づくよって思って髪の毛描くようになりました。浪人中だいぶ問題児だったんですよね。お、アートとテクノロジーの関係についてどう思いますか。いや、しかし、いい質問ありがとうございます。いやね、今後ね、それは合体していくべきだと思いますよ。アートってね、僕の考えですけど、ちょっと説得力がない気がしてて、特にね、稲吉くん、あなたとね、デザインの卒生かなんか行った時に、前も言ったと思うんだけどね、この椅子のデザインは安らぎを、人が安らぎを、こう何、得るデザインになってますっていう、の書いてあったんですね。で、その時にやっぱりね、工学部系とかそういう人たちって、いや本当にそれなるの？根拠は？みたいな感じで言ってくるんですよ。そうで、根拠をねちゃんと書かなきゃダメですよね。そういうという意味では、しっかりテクノロジーと合体させていった方が絶対ありだと思いますし、今後ね AI とかいっぱい出てくる時に、やっぱりねアートはもう一回脚光浴びると思います。僕はそう、好きでやってたけど、ビジネス的にもアートの業界はまたね脚光を浴びると思うので、その時にねしっかり、まあ、今テクノロジーって言ったら、まあ、VR だったりとか 3DCG とかだったりで、まあ、やってたりとか、そういうなんだろうテクで、あとはなんかこうグラフィックがこう現実に起こったり、まあ、それもう少し遠い話かもしれないですけど、まあ、そういう話があったりとか、あとはもうなんかやっぱりね、アートだけとかでやっていくってよりかは、こうどんどん複合型になっていくのかなって思いますね。で、その時に僕らは、まあ、別にテクノロジーができるわけじゃないんで、無理にねこうテクノロジーを勉強するのではなくて、テクノロジーに精通してる人とか、まあ、僕だったら結構プログラミングに精通してる人とかとこれを作って一緒に作品を作っていくことが大事なのではないでしょうか。そう、今後はそういう時代になっていくと思います。僕はこんなんでいいでしょうかね、井上君。あとなんかあるかな。そう、アートとテクノロジーはね結構熱いと思います。そうそう、テクノロジーもいっぱいありますよね。だけど僕はそういうのが大事だと思います。今はね、これは1番目のやつだったな。なんかあったんですけど、そういうプログラムがね。やっぱりね、最初のそういう、なんだろう、テクノ、なんだろうな、なんていうのかな。テクノロジーって意外とこのおしゃれじゃなかったりするときに、ちゃんとビジュアル的なデザインでアートが介入していけば、人にもすごく受け入れられやすいとか、のありますよね。ちょっとね、まだ勉強不足で薄っぺらいですけど、どんどんこれから勉強して、そういうのもちゃんとしっかり意見言えるようになっていきたいですね。よいしょ、どうだ、だいぶできてきた。うん、だいぶできたきたのではないでしょうか。何か気になることあったら言ってください、デスさんで。直します。交通とかはやめて、もう直せないから。家のこの汚れ消すとだいぶ完成度がありますね。うん、自分でもびっくり。お、ゆうしくん、グッドボタンありがとうございます。ここだな、ここはしっかり書いておいた方がいい。このね、手前に出てくる位置の回り込みはかっちり書いておくと、より空間出ますよ。後で見るとすごいわかります。
き起こすことも大事です。そう、書いてないと溶けてるような形になっちゃうからね、しっかりこういうのも大事です。火を書いてあげること、そうするとまあ見てもらえると分かるんですけど、首の奥の部分と差がついたかな。あとはこの首のね奥の側面もこうやって書いてあります。あと設置、首の設置、光が上がりづらい、どうなってるか分かんない。結構ねこの首の元の空間を描けるか描けないかはうまさを分けます。描ける人はねほんとここをとことん描いてくるんで、しっかりねこのミケランジェロのここね襟が立ってるんですよ。この襟かな、なんていうの、布が立ってるので、この布の立ってる感も描いてあげるといいですよ。ね、結構勝敗分けますからね。そうやっぱり、うん、良くなってきたと思います。ここ遠くだ、感動するほど質感の描き分けのうまいデッサン見たことありますか？受験生の中でか、あんまりないかな。そう、中国人のデッサンとかすごい感動するんだけど、日本の受験生の中でこいつうめえなみたいなのは、うまいっていうよりか表現がね、ああ確立されてんなこいつみたいな人はいました。ああ、うまいね、みたいな。絵の具とかの使い方とか。あとね、普通に、色彩ではいるかな、そういう人は。でも、デスタンでね、うわぁ、こいつやべえな、みたいなのは、まだ見てないっすね、僕は。てか、見てみたいっすね。そういう人を見て、また刺激受けて、自分もデスタン上手くなりたいなって思えると思うんで。そう、まあ、そういう存在になりたいってのはありますけどね、自分が。平面はいますよ。うん。普通にうまい子いますからね。何これ、保健美術館ってみんな知ってますか？あの写実に描く日本の代表的な美術館なんですけど、この保健美術館の生物デッサン、あ、生物かなみたいな。そんぐらいね、描写力が半端ないのはいました。そう。超うまい、その子。ちなみにまだ浪人してるっぽいです。多分今年絶対受かるとは思いますけどね。そう、そういうめちゃくちゃうまい子はいましたね。平面で。うん。あれはね、無理。自分じゃ無理。うん。だね、あれはうまかったな。普通にそれ見にそこに行きました。予備校に。僕もだいぶ変態ですね。だいぶ来たかな。どうだろう。もうちょいかな。あ、もう1時間半か。じゃあこの辺かな。どうでしょう。もう少しか。もう少し書いて終わりって感じですね。特にここが気になった。まあ試験だったら多分ここまで書いとけば。まあ、受かるラインにはあると思います。ここまで書いとけばね。うん、だと思うけどな。まあ、画面はもう少しでかくなるんで、
もう少しね、そしたら細かいところまで書き込めていくと思いますけど、この書く単位で、でもこんぐらい書けとけば、遠目で見たら多分上段にいけると思います。ちょっとね、今あの反射で、鉛筆自体の反射で少しの黒が飛んで見えますけど、まあ、後であの反射は抑えるんで見やすいのが来るんじゃないか。こんな感じかな。あと勾配とかか。いえ、いつもありがとうございます。これかな、どうだろう。こんな感じでどうでしょうか。だいぶ2時間、1時間あったら書けるかなって感じかな。次から1時間半にしようかな。90分か。90分で書くデッサンにしようかな。こっちの方がいいかもしれない。思い切って書ける。よし、じゃあ大体こんなもんですかね。完成したのは、ちょっと気になるな。気になっちゃうんですよね。気になったら止まんないんですよ。こんな感じで、できました。こんな感じですね。結構反射しちゃってますね。こんな感じですね。どうでしょう。はい。まあ、こんだけかければ多分、まあ、サイズにもよりますけどね。かけたら良いのでないでしょうか。じゃあ、今回は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。じゃあ、おやすみなさい。明日祝日なので、ゆっくりしてくださいね。はい、ありがとうございました。Thank you.